あまり触りすぎると弱ってしまいます。こんにちは、花草人の尾関淳子です。今週の花ツバ、ユーフォルビア、ダイヤモンドフロストです。ユーフォルビアのダイヤモンドフロストは夏の暑さにも負けず元気にどんどん咲いてきますよ。生産者さんによってね、作り方がねちょっと違うの。ワイカ剤効かせてキュッとしたこんなのとか、ふんわり自然に伸ばしてるの、こんな感じの株もありますよ。目的の作品の目的に合わせて株を選んでくださいね。こんな感じでふわっとしてる株はあまりポットから出して触りすぎるとクタンとしてしまうので、手早くポットから出したら手早く植えてあげてくださいね。ギャザリングをするときにあんまり根っこを取ってしまったりとか、いつまででもこの手でこうグーッと持ってると壁面に弱るので気をつけてくださいね。ポットから出したらすぐ植えてあげてくださいね。YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人ダイヤツバ、季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花草人の尾関淳子でした。